い、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。これ思ってたのと違う、欲しかったのはトモ三角だよ。これ三角バラ、これは実話です。間違って注文されちゃったので、今日はトモ三角を使った動画の予定でしたが、急遽三角バラを使います。それでは早速やっていきましょう。今日はトモ三角を使って動画を撮ろうと思って、ソウスケにお肉の注文をお願いしました。お肉届きましたよと言われて、冷蔵庫を開けてみると、そこにあったのは三角バラです。これは完全にミスしてます。トモ三角と三角バラ、両方三角って名前が入っているから紛らわしいですよね。間違っちゃったけど、このお肉を返すわけにもいかないので、今日は急遽三角バラを仕込みます。この三角バラは肩バラという部分肉の一部で、三角バラとブリスケで区分されます。今回用意したものは三角バラのみに分割された状態です。肩バラから肋骨跡周辺の赤身肉部分をブリスケから分割分離した三角形状のものが三角バラです。関東だと肩バラと呼びますが、関西だと前バラと呼んだりもします。三角バラの名前の由来は、その名の通り三角形をしているバラ肉だから三角バラです。アメリカやオーストラリアなどではチャックリブと呼ばれています。肉質は柔らかく風味があり、霜降り文様が入りやすいのが特徴です。今回のもので約6キロくらいの重さです。今この状態だとバラ山がついている状態なので、まずはバラ山の処理をします。後で取り除いてもいいですが、先にバラ山の筋や脂肪などをトリミングします。次にバラ山を外します。このバラ山は中落ちカルビや下駄カルビなどで商品化されます。バラ山を外して骨肌や余分な脂肪などがあれば処理します。次にブリスケと接していた脂肪面は全てきれいに処理します。油を残してもいいですが、この油と肉の間のシルバースキンは硬いので、処理をした方が食べやすくなります。油の処理が終わったら柵取りをします。だいたい6分割くらいを目安にカットします。今回は大きかったので7分割です。あとはお好みの厚さでカットします。比較的柔らかい部位なので、厚めのカットでも柔らかく食べることができます。今回は5ミリ幅くらいの薄さでカットします。見るからに油が乗っていて美味しそうですね。焼けたお肉を想像するだけで白飯がいけそうです。それでは味付けをしていきます。ボウルにバラ肉を入れて、島田の生だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けて完成です。それでは早速焼いていきましょう。いただきます。今日はスミノフセルツァーのホワイトピーチを飲んでいます。スミノフウォッカとスパークリングウォーターにホワイトピーチの甘い香りが合わさっています。ハードセルツァーとはアルコール入りのスパークリングウォーターのことです。香りはかなり桃のフレッシュな甘い香りが強いです。口に含むと香りから想像する甘さはあまりありません。甘さ控えめで、何も知らないと味が薄いなと感じるかもしれません。プラスに捉えるなら、すっきりとしていて主張が強くないので、どんな場面でも気軽に飲むことができそうです。甘いお酒が好きって人は物足りないかもしれません。それでは三角バラを焼いていきましょう。この網に1枚目を乗せる瞬間って慎重になりますよね。肉を乗せるとジュッという音とともに肉の焼けた煙が立ち上ります。適度に油の乗った三角バラは網で焼かれるうちに油が徐々に落とされます。炭に落ちた油が煙になって肉をいぶすことで、炭火の香りがお肉を包み込みます。タイミングを見てお肉をひっくり返せば、こんがりとした焼き目の登場です。熱々のお肉を焼肉のタレに1回2回とくぐらせ口へ運びます。この肉の柔らかさ、噛むというより口を閉じるだけで肉が噛み切れます。ジュワッと口いっぱいに広がる肉の旨味とジューシーな油のジュース、ニンニクや生姜の効いた甘じょっぱい焼肉のタレとの相性抜群です。いろいろな調理器具を使いましたが、高温で一気に焼き上げる炭火の力って絶大です。だからこそ火加減とかが難しいので、ガスロースターや電気ロースターの方が取り扱いがしやすく、失敗も少ないです。ハイリスクハイリターン、失敗のリスクもあるけど、うまく焼けた時のうまさのリターンは食べた人にしかわかりません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。三角バラいかがでしたか？ソウスケが発注を間違ってくれたおかげで美味しいものが食べられました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。